はい、渡辺真由志です。今回ドミネーションデマッパーシップメント194で最初からで2人パーって言いますね。321ってやつね。今回ショットガン使うんで相性合ってますね。今回これ白石麻衣のクラスで、このアインファルエピック M30 ルフトオフェドリリング使っていきたいと思います。これも結構迷彩チャレンジ進んでるんですよ。これあんまりでも強くないんだよな、この武器。コンバットショットガン、これコンバットショットガン以外弱いんで、できたらコンバットショットガンがいいんだけど、あんま強くないんだよ。2発しかまたまでしかないからさね。使う人いないんだよこれ、うん、全然弱いのよこれ。強化されたけどそれでも弱い。ね、弱いっしょこれ。全然ダメよこの武器、全然ダメだねこの武器。あまり使いたくないですけど、あまりコンバットショットガン以外使う人いるか。これな、いいところ全然ないのよこれ武器。全然ダメよこの武器。ダメだこの武器。なんでこんな使えない武器追加したんだこれ。コンバットショットガンに変えようからこれ。おう、素早く2連続キル。ダメだよこの武器、使えねえってこれ。めっちゃ弱いわこれ、はあ、めっちゃ弱いわこの武器。ほんとひでえわこれ。なんでこれ2発しかないのか不思議で考えられないのよ。うん、結構と迷彩進んでるこれ。お、素早く2連続キル5回達成、終わったのこれ。ブロンズ迷彩だ。あとスチールだけなんだけど、この武器でスチール取れる気がしないのよこれ。これスチール取るの難しいだろう、いくらなんでも。これスチール取れるかこの武器で。これ難しいよこれ。これ近接より難しいよこれスチール取るの。うん、めっちゃ弱いってこの武器、使えねえよこれ。ああ弱すぎる、いくらなんでも。いいとこなんもないよこの武器、はっきり言って。ちょっと難しすぎるわこれ。ほんとスチール取るんだったらね、ここがいいっすよこれ。4発ぐらいあったらいいけどさ、2発しかないからね。これイモらないと厳しいよこの武器、うん、ここでやった方がいいかもしれないこれ。3発、あと2キル。お、スチールだ。あ、できるわ、これ。できるわ、できるわ。ここでやれば。
チール一回やってるでしょこれ。 B でやった方がいいんだなこれな。ねえこれ、なんでやるんだこれ。ああ、ここは B がいいかもしれない。スチール取れる取れる。15キロ、成績悪いけどね。取れないことはないな。一回やったでしょあれ。ダメだな、この武器で難しすぎるな。弱いわこの武器、使えねえわこれ。全然ダメだこの武器。厳しい武器だよこれやっぱり。弾数が少ないのが致命的っすよこれ。弱いわめっちゃ。いいところまるでないよこれ。ほんと焼夷弾爆撃行こう。間違えたな。こういうとこ隠れてさ、無駄な弾使っちまったよこれ。どっから来るからか。ダメだね。ダメだ、使えねえこの武器、弱すぎる。話にならんこれ。だからコンバットショットガン以外使ってる人見たことないのよあんまり、ほとんど、うん、あんまりないのよ。やっぱキル数伸びんね、うん、やっぱコンバットショットガンがいいな、やっぱり。弱いよ、めっちゃ。よしよし、空挺出そう。ここもいいかもしれないな、スチール取るんだったら。C取ろうとしてる敵さんを背後から裏取りできるでしょうこれ。この作戦でいこうかな。ここでこうやってって、もう一回 B でちょっとスチール。ダメか、絨毯爆撃。30キロは一応いってるのね。ダメダメ、スチール1回ぐらいやってるんだな。味方これ、4発ぐらいあればスチール取りやすいんだけど、2発っていうのはかなりやばいよこれ。使えねえよこれ、うん、なんでこんな使えない武器にしたんだこれ。ダメだよ、リロードもめちゃくちゃ遅いし、まるっきりいいとこねえよこれ。
面白いけどね、この武器もっと強化してほしかったな、これ。めっちゃ弱い。コンバットショットガンと比べたら全然ダメだよ、これ。全然キルができないですよ、これ。もっと弾数増やしてほしい。これ武器強化してのはいいけどさ、弾数とか増やせばいいのにさ、いらねえ武器強化してんだよこれ。うん、なんだかリロードが速くなったのがあったかな、なんだかな、40キロ以上行ったんだね。ダメだね、でもこれ。あと1回ぐらいスチールできたらいいですけど、無理だ。バック撃。死んだな。大丈夫？よしよしよし。しゃ。俺が死んじゃった。勝手はするんだけど、これみんなコンバットショットガン使ってるよ、これ。俺が使ってるやつなんか使ってる人誰もいねえよ、これ。全然キルできねえよ、これ。コンバットショットガンだったら60キルいってるよ、絶対これ。厳しい武器だこれ。こういうの最後に出すな、この野郎。本当に困るぜ、本当によな。あつまんねえよ、最後に。最悪だこれ。はい、今回の成績はね、42キル64です。ダッシュ5、防衛14、スコア4825でした。これやっぱり M30 やっぱダメだね、これね。弱すぎる。弾数が少ない。話にならないですね。とっても。ランク上がったな。これランク上がったらあんまり嬉しくないんですよ。っていうのは、ランク1、6トークン。しかほとんど獲得できないんで、今回もこれ焼夷弾爆撃、空挺部隊、絨毯爆撃。あ、これ終わったね。高知占領、目標ゲームで20勝、司令官僚でレアドロップ獲得です。あと7回ですね。これいい加減にしろ、これ150回ってよ。100回ぐらいでいいよこれ。ああ、長すぎるよこれ、いくらなんでも。あと38回やらないといけない。結構進んでるんだけどね。これやりたいんだけど、焼夷弾がアタッチメント解除されてないんでね。今回これ使ったんだけど、全然使わない。これね。迷彩レティクル、ショットガンにサイト組み合わせるっていうのは珍しいんだけどね。あと22キルでこのレティクル解除ですね。これ結構でもショットガン、コンバットショットガン、ゴールド迷彩にする前から、これ迷彩解除進んでたんだけどね。あ、これ、今回ね、ブロンズ迷彩やったね。3回まで進んでてね、2回やったのかな、これ。で、ブロンズ迷彩解除ね。ね、スチール1回やってますよ、これ。これ難しいわ、これ。これ、B がいいかもしれんね。シップメント194の。それかコンテナとコンテナの間の三角のコーナーのところね、あそことかで芋ってやればいいかもしれない。弾数が2発しかないんで、あともうちょいでこれ焼夷弾あれだね、解除っすね。はい、今回この白石麻衣のこのアインファル
エピック M30 ルフトワッフェドリリングのクラスでシップメント1944のドミネーションをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。